皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は園芸に関する個人的なトピックをご紹介する私的園芸ニュースですいろいろな植物を育て始めてうまくいったことよりも失敗したことの方が多いです優れた園芸資材や肥料でも使い方によっては効果を発揮できないことがありますスリット鉢を例にしてお話しますまた同じように育てていても順調に育つものと調子を落としてしまうものが出てきます 昨日の動画でお話ししたオレガノについて再度お話ししますそれらを含め今回ご紹介する出根草は全部で5種類です園芸ガーデニングに興味のある方はぜひ最後まで動画をご覧くださいまずはじめにスリット鉢の間違った使い方についてお話しします ご覧いただいているのはユーパトリウムセレスチナムです青紫色の花が咲き始めました葉っぱも明るめの色です丈夫な性質というのは知っていましたが確かに元気に育っていますまだ植え付け場所が決まっておらずポット内のままだと良くないということで午後スリット鉢に借り植えしている状態ですスリット鉢を地面に直接置いていたところこんな感じでスリットから根がはみ出てしまいましたこのスリットがあることで土に空気が触れて 本来はスリット付近の根の伸びが抑制されます。それによって鉢底付近に根がぐるぐると回るサークリング現象が起きにくくなります。その分鉢の中でバランスよく根が張るというのがスリット鉢のメリットです。地面に直接置くことで根がはみ出てしまったら、その効果を期待できなくなってしまいますね。昨日の動画で植物の群れについてお話し,しました。 個人的には長雨にあたって根が酸欠気味になっていたんだことで葉っぱを維持できなくなったのではと考えていますその動画に関して貴重なご意見をいただきました嫌気性微生物による影響や微量要素の欠乏などとても参考になりましたこういった植物の不調というのは単純に一つの要因から起こるというよりは複数の要因が合わさって起こることが多いですよねだから理解をするのも解決をするのも難しくなってきます また同じ種類の植物でも品種によって性質に差があります左のオレガノディクタムナスは群れて葉を落としていますが右のオレガノヘレンハウゼンは密に茂っています植物の群れに関してはまだこれといった理解を得られていませんがいろいろな植物を育てていく中で正解に近づけるといいなと思っています 続いてご覧いただくのはヤブランピュアブロンドです家系がスッと伸びてきましたこの植物は葉っぱの色に特徴があります芽吹き始めの頃はほぼ白に近い色をしていますラベルの写真にもそのように写っていますね気温が上がって葉っぱが伸びてくるとだんだんと緑色が強くなってきますただ完全な緑ではなく少し白っぽさが残りますそのせいか見る角度によってはキラキラ光っているように感じます これはこれで綺麗な色だなと思っていますヤブランは暑さは寒さに強く多少日当たりが悪くても育ちます丈夫な植物なのでいろいろな場所で楽しめますね続いてご覧いただくのはサルビアコスミックブルーです去年の秋に挿し目をして春にビニールポットに植え替えたものです結構枝数が増えてきましたね 少し前に花が咲いた株もあります。サルビアは刺し目の成功率が高いなという印象を持っています。せっかく増やすことができたので、これらの株はそれぞれ環境の違うところに植え付けようかなと思っています。植え付け場所によって生育にどのような違いが出るのかを確認して、コスミックブルーの性質をより詳しく知りたいです。 続いてご覧いただくのは庭植えの宿根草オキシペタラムブルースターです4月に花が咲き始めて種をつけましたできれば種を採取したいなと思っていたのでそのままにしておいたら今度は花が少なくなってしまいましたそこまでたくさんの種が欲しいわけではないので作用をいくつか残して残りは取り除きました少し時間はかかりましたが再び花数が増えつつありますブルースターは学んでも元気に咲いてくれて開花期が長いのが魅力だと思っています 今後も種をつけそうになったら取り除いていきますそれでは今回の動画のまとめです園芸に関する個人的なトピックをご紹介しました多くの植物を育てるようになって失敗もたくさんしていますがその分たくさん学ぶことができています うまくいくい要因や失敗する要因が栽培環境や育てる植物によって変わってくるのでそこが園芸の難しいところでもあり面白いところでもありますよね。今後も育てている植物の生育の様子は定期的に動画で公開していく予定です。興味のある方は次回もぜひご覧ください